うございます。カモンマテリアマテリアルの高見五郎です。マテリアルのあゆみです。タモリの日浦です。よろしくお願いします。お願いします、はい。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために、配信している番組でございます。今日はカミカミでした。はい、こういう時もあってもいいんです。うん、たまにはね、たまにはそんなにもあるよね。はい、お盆だよね。お盆なんですね。お盆ですから。はい、お盆の、8月13日でございますけどね。はい、はい、じゃあ8月13日はどんな日ですか。はい、今日は階段の日です。階段、はい、大人の階段登る君はまだ。ありがとう、ありがとう。はい、早めに突っ込んでくれ。違います。はい、もういいかなと思って。ありがとう。はい、幽霊とかのね、はい、あ、そっちの階段です。そっちか、はい、夏といえばね、はい、そのそっちの階段じゃないですか。はい、これはね、ミステリーミステリーミステリーナイトツアー、はい、すいません。十字の階段ナイトっていうのがね、20周年の公演を迎えたことを記念して、稲川淳二さんが制定しました。なるほど、20周年の公演、ずっとね、連続公演されていたそうで、それを記念して、ちっちゃい時から見てたよね、俺ね。テレビめっちゃ怖かったもん。めっちゃ怖かった。怖いけど見たいですね。トイレ行かれへん夜。そうはい、日テレ扱っております。なるほど。いやいやいや、だから階段ってね、あの俺らもほら、あのなんかお盆になったら肝試しとかっつって、はい、なんか墓場じゃないねんけど、うん、あのなんか暗いなんか夜道の奥のところに、はいはいはい、あの2人で行って石置いて帰ってくるみたいな。私ね、ほんまに怖いのがダメで、そんなのもう一切せんけど、もう絶対嫌。もうお化け屋敷入っても、もうこんな感じで、もう誰かにこう捕まってこんな感じで行くんで、もうあれなんか近所の子の間でなんか集まる日とかがあってさ、で、あのなんかお兄ちゃんもお姉ちゃんもなんかいっぱい集まってきて、で、なんかあのなんていうの、ろうそくが立ててあって、ろうそくの火が立ててある、あそこにみんなこの石置いてくんねん。で、石の数が足らんかったら置いてけへんやつがおった。で、うちあの家が八尾市のあの山の近くで、もうほんま畑だらけやから、あ、暗い、ね、真っ暗、街灯がない、真っ暗、何もう街灯なんか届けへんもん。そうそう、だから月明かりだけだ。あ、うん、それをなんか10人ぐらいのお兄ちゃんとかと一緒に、なんかあのグッパーとかしながら、あのペア決めて、でペアで行って帰ってくるみたいな、やってたね。でもそれろうそく立てる人がいますよね。そう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 。もうそれはお兄ちゃん、お兄ちゃんの。お兄ちゃん怖いですよね。お兄ちゃんの。お兄ちゃん。一人、それは。そうそう、それ一人なんちゃう。一人でろうそくに火をつけに行って、みんなそこに。そうそうそう。順番に。で、当時なんか俺のちっちゃい時まだチャッカマンとかないからね。あ、マッチや。あ、マッチ。マッチや。え、もう消えたりとかしたらもう最悪。怖い。いや、最悪。行った瞬間消えたり、ね。怖い。もしくはあのアホがね、あのわざとふって消して帰ってくる。バカどの辺行ったらいいの。そうそうそう、そう、そんなことやってないよね。はい、いいですね。はい、そしてもう一つ、はい、函館夜景の日です。おお、うん、日付は、うんうん、8月13日、はい、8ね、やーですよね、はい、で、13はトランプの K、はい、で、夜景です。それさ、東大王とか出してもなかなか出えへんのちゃうか。それで夜景、夜景、夜景、これなんて読むでしょう。読まれへん。トランプのキング。いや、あ、なるほど。へえ。です。なるほど。まあね、あの、うん、三大夜景とかありますもんね。そうですね。ね、はい、あの長崎とかね。六甲山。あの六甲山、はいはい。はい。長崎の稲佐山。はい、そうです。はい。ですよね。100万ドルの夜景、ね。100万ドルの夜景、三大夜景となっております。はいはい、で、その一つの、函館。函館、ね、はい。函館ってね、うん、まあ。いろいろありますけどね、うん、その北海道じゃないですか、はい、で北海道って、うん、あの札幌や旭川やって聞くねんけど、うん、実は場所ものすごい離れてるのよね。あ、ですよ ね、 ね、なんか道東とか言うやん、ここ行ってここ行ってここ行こうみたいな感じ、道北とか道南とかめっちゃ離れてるですよね。すんごい距離あるんだよ。だからあの函館と札幌とか、うん、あのめっちゃ離れてるから実は、はい、汽車で3時間ぐらいかかったりするんだよ。汽車汽車やで、向こう汽車やで。あ、汽車なんですね。汽車、汽車、3時間もかかる。かかるかかる。普通にね。普通にかかる。だからあの新幹線が今ほら、あの
下まで来たでしょ、函館の近くまで来てるけど今、はいね、北海道新幹線そこまで行ってるけど、うん、そっから札幌まで行くのほんま汽車で30分ぐらい、めちゃくちゃ遠い、遠いんだね、割と遠い、うんうん、そうそうそう、なんか同じ県内どうなんやから近いんかなと思うけど、いやもうそれ大間違い、ね、北海道はもうそれどころじゃないから何個分よみたいな、ほんまにほんまにほんまに、まあ昔はね、はい、るばる来たぜ函館とかね、今日めっちゃ歌いますね、今日なんか今日なんか歌うよね、なんでやろうな、なんでやろうな、はい、まあまあそんな感じで、はい、はい、ございました、はい、以上です、はい、ということでですね、はい、今日はですね、今日の、このプレゼンありかなしかなんですけれども、はい、はい、スタジオにですね久々にゲストがやった、お見えでございます、やったやったやった、いや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 、ね、いつもはね、まあ監督のインタビューとかを、はい、私撮りに行ったりリモートで撮らせていただいたりして、はい、それを皆さんで見ていただいているという感じなんですけども、はい、今日はねゲストが来ていただいてますので、はい、はい、ゲストをお呼びしたいと思います、はい、多分ね出てきた瞬間んってなるかもしれません、なんか選手、いや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 んって思うかもしれません、はい、はい、それではお呼びしたいと思います、今日の挑戦者、ミュージシャンの岡本隆史さんです、よろしくお願いしますはい、先週出てたよね、そうですねそれは肩書きも曖昧になりますね、ねえねえ、先週出てましたね、これね、これで、あ、そうですね、これで出てました、そうなんですよ、はいはいはい、そうなんですよね、はい、実は、うん、今すぐ読んでいただいて、はい、そうなんですよね、だから言ってたでしょ、インタビューの中でも、はい、ここでそんなんやってるから、そういう方出てよってうん、うん、出てよって言って今週来てもらいました、この速さどんだけ速い出たがりかっていやいやいやまあまあ僕がお願いしたんですけど、もう本当にもうありがたいですよ、はい、本当に嬉しいです、はい、はい、ということで、まあ、今日はですね、はい、このプレゼンありかなしかというコーナーで来ていただいて、うん、まあまあ前回もそのコーナー内なんですけど、はい、前回はねインタビューを僕がして、はい、僕が撮ったインタビューが、うん、なんかこの映画見たくなるなっていうようなインタビューになってるかなってないかとか、うんうんうん、そういうのは丸か×かで、うんうん、という話なんです、今日はですね、はい、歌、そうですね、もうシンガーで来てますからね、うん、そうですね、そうなんですよ、ミュージシャンで来てますから、うん、岡本さんが歌います、歌うんですよ ね, ね、歌うんですよ、でしかもこのね、これ何曲くらいありましたっけ、はい、このこの中にですね、うん、いやね、歌付けで言えば、まあ7、8曲ぐらいで、はい、でなんか劇版とかは、はい、もっといっぱいたくさん劇版もやってんねや、そうですね、全部やらせてもらってて、いやだから10曲で聴かないぐらいの曲を、そうです ね, ね、はい、このディスコーズハイの中にぶち込んでるんですけど、うん、全部作詞作曲岡本隆史なんですよね、そうです、よく間違われるんですよ、隆史に、いやいや、ごめんごめん今日なんかちょっと滑舌悪いから、ね、全然大丈夫です、ね、すみません、はい、いやだから、はい、これでもね本当ね、はい、作品僕はインタビューの時にも言いましたけど、はい、曲すごく良くて、まあ、嬉しいです、詞もすごく、うん、いい詞が多かったんで、はい、でましてその作品だから映画を作る間にこれを全部作っていったわけですよね、そうですね、もうなんかどっか置いてたやつを引っ張ってきたとかじゃないんですよね、多分基本的にはこれのために作ったのが、まあもともと作ろうと思った時に生まれたのが、まあだいぶ先にあったっていうところもあるんですけど、基本的にはまあこの映画作ろうって時からまあ作り始めたっていうのがほぼ、ね、そうでしょう、すべて、いやだってそのね、バンドスタイルのやつから、うんうんうん、まあ基本はバンドの人ばっかりやねんけど、はい、まあでも全然個性の違うバンドとかやから、そうですね、ね、ジャンル的にはそうなんですよ、だから音楽ジャンルが全然ちゃうかったりとかするみたいな曲を何曲も作ってるから、はい、すげえなーと思って、いや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 、もうでぜひ生で聴いてみたいなと、怖いっすね、いうことで今日無理やりお呼びしました、はい、いやでも生でやるって聴いてもらうので、うん、なんか特別やっぱり怖いですよね、そのライブでやるって言ったら、ライブ見に来てるお客さんじゃないですか、うん、今日って言ったら判断されるためにまあまあある意味オーディションみたいな感じですよね、めっちゃ怖いんですはいはい、まあ、そんなドキドキしながら、はいはい、今からですね、まあ、今日は
だから映画監督としてはではなくて、ね、ミュージシャン、はい、岡本隆史、はい、としてそうです、ね、来ていただいたので、はいはい、歌っていただくということで、今日は、うん、でもあのアコギ一本で、今日はもうアコギだけでシンプルに、ね、はい、はい、そうなんですよ。もうだからね、聴かせてくれるということなので、うもうぜひ皆さん、今からですね、うん、岡本隆史さんの歌を、しっかりと聴いていただきたいなと思うんですけど、はい、では行きたいと思います。はい、はい、このプレゼンありかなしかスタート。それでは用意スタート。暗い暗い部屋で一人、暗い男が歌う秘密動機、あいつ一回、おいお前こんなくだらない歌聴いてる場合じゃねえぞ、まあ5分くらい別にいいか、どこの音楽シーンにも属さぬ男がこんな小部屋に属して歌う、寂しく歌うのさ、ああ当たり前だろう、そんなもんだろう、俺の人生は誰とも会いたくない、そんな男が何になれるのだろう、君もそうだろう、どうせそんなのだろう、嘘つくなよ笑うなよって、無理に笑うなよって、無理に笑うなよって、はっはっ、まあ丸い月がぽとり、コンビニが襟を照らす薄明色気、お疲れ様、誰か言い忘れた、むしろあれしかいらなかった、戻ろうかな、めんどくさいな、そんなことばかりでさ、ましてや自分らさに含み出さないしてんだって、何もしてないのさ、ああ当たり前だろう、そんなもんだろう、俺の人生はそれでも憧れたロックスターはまだ眩しいままで、するために今来てるんですけど、単純にまあこうやってやれる場所があるっていうのは本当に特別だし、
そのね、簡単なことじゃないんですよね。まあ、僕らはミュージシャンとかそのクリエイターの方たちがですね、そのどんどん場所を追いやられたり無駄だと言われて蔑まれる中でですね、まあ、こうやって本当に僕らが何かをできる、演奏できたり表現できる場所があるというのは本当にありがたい、嬉しい、すごい特別なことだと思ってやります。今もやってるし、だから映画館でもライブハウスでもいいので、とにかく我々の何かこうはぐれ者というかどうしようもない人間の居場所を一つでも守れたらと思って、これからも歌い続けます。じゃあね、さよならしていこう。じゃあさよなら、何も言えないが、それだけはやるぜ。 Oh baby, oh, oh, oh baby, 海に流せばまたの子が出会えるのかも、なんて思ったのだよ。泣かして初めてわかる大切さみたいな話はゴミみたいな歌からクソみたいに聞き飽きてしまった。なのに真実は真実でしかないな。誠に遺憾である。じゃあねさよなら、何も言えないがそれだけはやるぜ。 Oh baby, oh, oh, oh baby, 海に流せばまたの子が出会う。そうから棒読みのフレーズで伺った、ハゲた考えだ、なのに期待してんだ。誠に遺憾である。じゃあねさよなら、何も言えないがそれだけはやるぜ。 Oh baby, oh, oh, oh baby, 海に流せばまたの子が出会えるのかも、なんて思ったのだよ。忘れちゃうせんさ、えぇ、なんだろうね。僕なんて僕なんてさ、誰にも必要とされてないぜ。俺もどうしてこんなバカな歌を歌ってしまうのは、多分だけど聞いてくれる誰かがいるせいだ。責任取ってくれよな。 Yeah, yeah, yeah. じゃあねさよなら、何も言えないがそれだけはやるぜ。 Oh baby, oh, oh, oh baby, 海に流せばまたどこかで会えるのかも、なんて思ったのだよ。あのごとく思ってたのだよ。くれば悲しみだけの民のためのだぜ。お前もだよねえ。場所、企画、呼んでくれてありがとうございました。本当に僕みたいなどうしようもない人間ですが、これからもぜひ心のまたよく、よかった歌いたいと思っておりますので、ぜひどうぞお見知りおきよ。ラランララララララー、ありがとう、ありがとうございます。岡本隆でした。はい、終わりました。ありがとうございます。いや、いや素晴らしい、すごかった。いや、すみません、本当に。ちなみに、その
2曲歌っていただいたんですけど、はい、1曲目は何ていう曲ですか？当たり前だよっていう曲で、はい、どんな思いで作られた？これね、僕お家にボモシスが自分で自宅のものがあるんですけど、もう家をほぼそこにこもってて、うん、もうあんまり外に出たいタイプじゃなくて、うん、こうインドアインドアのこう人間なんで、はい、なんかそこの中でなんかこうちょっとたまにはこうね うじした気持ちになるんですよね、うん、そのなんか、うん、それをまあなんかちょっと書いたというか、あ、まあ、やっぱりその成功でっかい成功にはまだ全然届いてもないので、はいはいはい、そういう気持ちをちょっとこう葛藤とか苦悩を書いたような曲になってます。なるほど、はい、そして2曲目は2曲目がね、じゃあねさようならという曲で、うんうんうん、これあのエピソードとしてはあの個人的に金魚をまあ買ってたんですけど、金魚、はい、金魚大好きなんですけどね、うん、オランダ獅子頭っていうその買ってまして、でそれがちょっと死んじゃって、うん、まあ、その時に、まあ、ちょっとこうタムケンのような気持ちで書いた曲なんですね。なるほどなるほど、はい、まあ、またタムケンも好きだからね、また会いましょうねっていうような気持ちを込めて、なるほどなるほど、はい、まあまあ聞きようによっては、うん、あの人として聞こえるみたいなところもあるから、そうですね、そう間違って聞いてくれるとあれかなみたいなところもあるね。なんかライブでやったらやっぱりもう一回会いましょうって気持ちでやっぱりやってるので、ねね、まあ、その最後にやることとかが結構多いですね。はい、はいはい、という感じでしたね。はい、はい、まあそうですね、僕らも初めてお聞きする曲やったんで、うん、もう新鮮な気持ちで聞かせていただいたんで、怖っそんなやって丸か松か今ここまで決めたはると思ったら、そうなんですよね、これを今からやらないといけない、そうですね、新鮮な気持ちで聞かせていただいたので新鮮な気持ちでこの丸か松かをね、はい、じゃあ、はい、行きましょうか、はい、そうですね、もう言い残したことないですか？言い残したこれから僕なんか やられるんですか？いや、この後、これもし松が勝ったら、はいはいはい、3人なんで、うんうん、勝ち負け出ますんで、はい、もし×が2、丸が1やったら、うん、顔にモザイクがかかって、うわ、こういうボイスチェンジャーかかります。うえ、犯罪者じゃないですか。いや、モザイクか、うん、目線かどっちか選んでもらいますけど、じゃあ目線にします。目線にする。いや、はい、もう分かりました、まあ、言い残したことか、まあ、まあ映画一応ね、はいはい、一応実況13日で、はいはい、昨日大阪終わったんですよ、うん、で19から京都が始まって、はい、で一応9月10日から、うん、名古屋で始まりますんで、おすごい、よかったら見に来てください、はい、これでもう言い残したことはございません。じゃあ罰出しても大丈夫。大丈夫。はい、はい、では、参りたいと思います、はいはい、このプレゼンありかなしか判定。おお、すごいすごい。めっちゃ迷ったけど。いやいやいや。怖い、よかった。怖いじゃん。結構怖いじゃん。怖い。結構ドキドキするでしょ。怖いし、なんかその。一人でもやっぱり罰出したら不審不審感が募りますね。もし丸丸罰で OK とか言われても、この罰出してる人って何やったんやろ、何やったんやって思っちゃうんだよ。もちろんね、評価される、ね、土壌でやってるからしょうがないんですけど、まあね、まだ、このディスコードハイが、上映されてるということなんで、そうですね、はい、はい、こちらも、ぜひですね、また、はい、京都と名古屋ですね、はい、ご覧になっていただきたいなと思います。はい、はい、ということで今日は、シンガーの、はい、ミュージシャンの、まさに全然ミュージシャンの岡本隆さんでした。ありがとうございました。はい、はい、やってまいりました。はい、マテリアル通信です。はい、はい、今日13日は、チョイスの日です。はい、はい、チョイス13、14とチョイスがございまして、はい、マルコビッチのアナとサバイビコン、はい、ね、この2つを、はい、回っております。はい、はい、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。はい、はい、そして、はい、20日21日は、はい、マテリアル雑貨店今日みんな滑舌悪いな、ね、滑舌やばい、はい、お盆なんでバテリー雑貨店がございます。はい、10時から18時のオープン時間でもう自由にね、はい、出入りできますので気軽に遊びに来てください。はい、お待ちしてます。そして26からは
素晴らしいイベントもございますので、ぜひぜひ、ね、バテリアルね、ちょっと今、はい、でそして今平日にフリースペースのフリーカフェスペースをオープンしております、はい、10時から17時の間で、はい、もうドリンク1杯ご注文していただいたら、どんな何時間おってもらっても OK ですよ、はい、で、まあ、外でね暑いので、はいはい、ゆっくりね体験してもらって、涼みに行ってもらって、そうですね、はい、持ち込み、食べ物の持ち込み OK とさせていただいておりますので、まあ、外でねお弁当食べなあかんとかなったら、うんうんうん、もうここ入ってきてもらったら、はいはい、ドリンクだけ頼んでもらったら、はい、はい、食べれますので、ウーロン茶もありますよ、あります、はい、はい、ぜひぜひ皆さんお越しくださいませ、はい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 、ありがとうございました。はい、それでは行きたいと思います。はい、今日のグッチョイ。やってくれた。やってくれた。最後力すごいな。はい、ということでですね、はい、今日のグッチョイなんですけども、はい、さっきちょっとね、ちらっと、言っていただいてましたけど、26日から、はい、29日まで4日間、カムイ英語。はい、私、日浦の、はい、カムイエンターテインメントで、作らせていただきました3本の作品をですね、はい、一挙にみんなで見て楽しもうという、はい、そういう4日間を企画しております。はい、はい、まあ、なんだかんだ言いながらね、2020年の、うん、4月にやろうと言って始まって、ね、3月から行動制限が入って、はい、全く動けなくなり、21年によしリベンジするぞって言って、今年こそやるぞって言ってたら、また行動制限が入って、はい、そして、今年こそはスケジュールに組み込んであります。はい、来るか来ないかは皆さん次第です。はい、今日もね、大阪府知事、夕方の番組で言ってたんですけど、行動制限をしない、あ、うんうんうん、絶対しない、そうですね、基本、そのウィズコロナでどうやっていくかということで、うん、みんなで対策をしながらやりましょうということなので、はい、やります。ということで、これ見てる人必ず来てください。はい。で、一応ですね、そこで3つの作品を、はい、ということなんですけども、はい、この3つを3つとも紹介すると、はい、来週のネタがなくなるので、はい、今週1本だけ、はい、1本だけ、はい、まずは太陽のドロップキック、はい、1作目でございます。はい、もう思い出深いですね、この作品をね、もうね、僕が最初に映画作ってくださいっていうか、最初はPV を作ってくださいって言われて、プロモーションビデオを作ってほしい、主題歌になってるね、はい、歌のプロモーションビデオを作ってください、でどういう内容のプロモーションビデオなのかっていうのを打ち合わせに行って、何回か打ち合わせしてるうちに、じゃあ映画にしましょうって、すごいんですよ。まあ、元々がすごい縁でつながってできた作品で、月末レギュラーとしてね、はい、来ていただいてたシスター K ね、はい、シスター K の息子が実は俳優というか、そのタレントの、事務所というかに入ってて、でたまたま僕が関わった作品に彼が出ていて、でその作品がある大会というかあれで優勝したんですよね、で、まあ、僕そこで演出と撮影監督やってたんで、まあ、監督って呼ばれて、でそれでシスター K が監督にぜひやってほしいっていうことで、PV の話をいただいて、でどうせやったら息子を出してあげたいから、でなんかちょっと芝居も入れてほしい、芝居入れるってなんかこう歌の間に芝居、いやなんかセリフも入れてほしい、いやセリフまで入んやったらそれあとそ PV はちょっとしんどいよなみたいな話になって、だったらもうショートフィルムっていうか、なんか、まあ、短い映画にしたらっていう話から始まって、気付いたら51分で映画になってる感じです。すごいな、そっから膨らんでいったんですね。そうですね、そうですね、でもう神戸で撮りまして、はい、はい、でまあ当時ですね、僕まだカムイを立ち上げてなかったん でとにかく周りにいる仲間と一緒に行ってくるんで、お坂部さんにお願いして手伝って、はい、もう暑かったよね、あれまた暑かったです ね、ちょうどこの時期ですからね、そうですね、子役使わなきゃいけないから、子役がね夏休みの間しか自由に動かされへんから夏一択やったんですよ、にもかかわらず江山公園って言って、兵庫区 の山の上てっぺんでもないけど中部にある、桜が綺麗な公園なんですけど、そこがね、もう公園でしょ、
遮るものがないよ。もうひでり照りまくり。もう想像しただけで暑い。いやもうやばかったよね。で、あのしかも風強かったりとかして、液晶パネルがバーンと倒れて壊れてるかもしれないね。使う前に、あの時はもうその瞬間に俺すっごいドヨーンとしてんけど、監督がドヨーンとしてたら現場がやばいと思って、もう何事もなかった、分かった分かった、オッケー、ちょっと片しといてそれ何事もなかったかのようにやってたけど、もうどうしようどうしよう、嫁にバレたらどうしようと家のテレビ持ってきてるんですよ、そう嫁にバレたらどうしようと思いながら必死で、あのちょっと焦ってるのを隠してました。でこの間ね、あの久しぶりに主演の松田花子がお家に行ったわけです、はい、スポンサーの家でもあるんで、いやご挨拶に行って、でこの、カム映画祭りやりますので、28日に、松田花子来ます、はい、大きなってるしね、すげーでかくなってるからもうね、あの太陽のドロップキックの太陽ではない、もうあの少年はどこ行ったんやろね、が小学校の5年生ですね。で、あの吉尾で出た時で6年生卒業して中学生になる手前、あの春休みで、それからもう3年以上経ってる高校生、もう今高校生で16の年、はいはい、今年の9月です、はい、という感じなんですね、はいはい、何の話か全く話してませんまあ一応内容としてはね、はい、あの太陽っていう神田太陽っていう少年がいて、まあ、彼があの逆上がりができないんですよ、で逆上がりができないんだけど、その逆上がりができない少年があるきっかけでできるようになるっていう話なんですけども、まあ、そこに、まあ、いろんなその親子の、はい、絆とか、まあ疑似家族的なその、人たちとの触れ合いとか、絆みたいなのが入っているというお話なんですけれども、はい、実はこれにまたさらに裏話というか、この Just Like You っていう主題歌の裏側にあるお話とかが関わってくるんですけども、はい、まあ、その辺のお話は、ぜひ見に来ていただいた時にね、はい、舞台挨拶とかそういうところでねお話できたらいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで26日から29日まで、はい、4日間、カム映画祭りやりますんで、岡本くんも来てね、ぜひね。急に振る人やん。臨戦態勢でちょっと、はいはい。はい、ということで、はい、やっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、はい、ということで今日のグッチャはい、ということでそのままエンディングいきたいと思います。はい、これね、めっちゃ出てます。そうですね。ものすごい時間出てます。まあ、あのちょいちょいカットするにしても35分は回る、確実に回るやつです。はい、まあ、今日はね、ミュージシャンの、岡本隆さんに来ていただいたわけですけど、はい、はい、どうでした？番組参加されて。そうですね、まあ、結構新鮮な気持ちでやられましたね。あんまりこういう形で、さっきみたいにこう丸×大緊張感久々やったんで、うん、楽しかったです、めちゃくちゃ、まあ、基本あれですもんね、だからあの監督とかやから、そう、ね、割とこうあの判断する方やから、ね、むしろ丸×どっちですかって聞かれたりとかね、ね、はい、そうそう、オーディションとかやって、うん、ね、丸か×かって決めてる方やもんね、みんなこんなドキドキしてたんやわかりましたはい、まあ、またそのね、前回のそのオーディションの時に、はい、まず今まででは出会えなかったよ、うん、ね、そうですね、あの役者さんたちが皆さん、来られてるとかっていうお話とかもあったんで、もっとねその辺の話とかねいろいろ聞けたらいいなと思ってたんで、またぜひあの番組遊びに来ていただいて、こちらこそありがとうございます、はい、ぜひいろいろとお話しいただければなと思います。はい、ということで、来週が20日ですよね、はい、ということは、来週も、カムイ映画祭りの話をしますよ、はい、そのつもりで皆さん見てください、はい、ということで、今週はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。